私の住んでいる兵庫県姫路市には姫崎川という美しい名前の川が流れています。姫崎川は日本三彦山の一つである雪庇湖山を水源とし、水田を潤しながら姫路市を縦断する川で、上流には赤座、カジカなどといった絶滅の心配される魚たちも数多く生息しています。カジカガエルは魚のカジカと同じ名前であるが、川の上流に住む森林性のカエルで、モリアオガエルと同じアオガエル科のカエルです。体の色は灰色や茶褐色で、モリアオガエルと同じような緑色になることはありません。またカジカガエルは渓流で美しい声で鳴くカエルとして有名ですが、実際にその姿を目にした人は案外少ないようです。その理由はカジカガエルが優れた保護色をしているためで、渓流の石の上でじっとしているカジカガエルはまるで小石のようで簡単に見分けることはできません。カジカガエルは主に水のきれいな川の上流に住むカエルと言われていますが、最近になって私の住んでいる姫崎川の中流域でもこのカジカガエルの鳴き声を耳にするようになりました。6月の初め、カジカガエルの鳴き声が盛んに聞こえるようになったので、近くの河原に出かけてみることにしました。繁殖期になるとカジカガエルのオスは川の石の上で盛んに鳴いてメスを呼びます。普通カジカガエルの産卵は夜に行われるため、オスが鳴くのは夜になってからで、中には昼間から鳴いてメスを呼ぶオスもいますが、メスは夜にならないと姿を見せません。日が沈み、辺りが薄暗くなり、川べりのよしでゲンジボタルが点滅を始めると、川面のあちらこちらからはカジカガエルの美しい鳴き声がせせらぎの音に混じって聞こえてきました。夜はカエルの警戒心も薄くなるので、1メートルぐらいに近づいても逃げません。仮に鳴き止んだとしても、しばらくじっとしているとすぐに鳴き始めます。さらに体を低くして慎重に近づいてみると、なんと数十センチの距離まで近づくことができ、カジカガエルの鳴いている良いシーンを撮影することができました。吉原が広がる水辺のところどころには鹿などの獣道があって、夜には草食の鹿やヌートリアの他にイタチやタヌキ、キツネ、アライグマなどの野生動物も魚やカエルなどを食べにやってきます。カエルの天敵といえばヘビですが、特に水辺で暮らすヒバカリは水中に潜ることもでき、カエルや小魚なども好んで食べます。6月の終わり、私はカジカの産卵シーンが撮影したくなり、深夜前回と同じ撮影場所に行ってみることにしました。カジカガエルのオスは縄張りを持っていて、良い場所をめぐって争いが起こることがあります。縄張りに他のオスが入ってくると鳴いて相手を威嚇します。それでも相手が縄張りから出ていかないと、オスは相手を抱きかかえるようにして流れに突き落とします。首尾よくメスと出会ったオスはメスの背中に乗って放接します。放接の後、カジカガエルのメスはオスを背負ったまま産卵場所を探して移動します。良い産卵場所を見つけると、メスは水中の石の下に潜り産卵を行います。7月の初め、浅瀬の石の下に産みつけられたカジカガエルの卵塊を見つけました。卵塊の中には大きさが 2、3 ミリ程度の卵が200個ほど入っていました。
私はこの卵塊の一部を家に持ち帰り、卵を観察することにしました。卵を見つけてから1週間目、カジカガエルのオタマジャクシが誕生しました。7月の終わり、私は再び撮影場所に出かけ、孵化したオタマジャクシを卵塊を見つけた元の場所に放流しました。カジカガエルのオタマジャクシは川底の石に生えた藻を食べて成長しますが、餌になる藻は渓流の深いところより浅いところが多いため、オタマジャクシは川岸に多く集まります。しかし流れの緩やかな岸辺は陸上からの敵にも狙われやすく危険であるため、カジカガエルのオタマジャクシは親に負けないぐらいの保護色をしています。また流水で生活するため全身が流れに適した流線形をしていて、大きな口は吸盤のように石に張り付いて流されるのを防いでいます。しかしそれでも大雨によって川が増水するとオタマジャクシは流されてしまうこともあり、上陸できる子ガエルの数は年によって異なります。無事に成長したオタマジャクシは子ガエルに変態し、上陸した後周辺の森林で生活しますが、姿を見せることはめったにありません。私も数回両岸の林の中を探してみました。残念ながらカジカガエルは発見することができませんでした。来年はぜひ繁殖期以外のカジカガエルを撮影したいと考えています。